こんにちは、えっちゃんです。今日は今話題のチャット GPT を LINE で使える AI チャットくんを使ってですね、私アラサー今年で30歳になります。29歳ラスト、いろんな人生の悩みがあるわけです。最近ね、 AI チャットくんに相談すれば何でも返ってくる。メールの返信とか仕事の返信、他にももろもろ場所のことを調べてくれたりとかも、いろいろね便利だって話で、今回私はですね、 AI チャットくんに本気で相談を持ちかけてみたいと思います。多分ですね、同じ悩みを抱えてる女子も多いと思います。無料でも使えるんですけど、有料のね方で無制限で質問しまくれるんで、はい、相談させてくださいって言ったら、 AI チャットくんどんな相談でも聞いてくれるそうなんで、最近仕事をこのまま同じものを続けていいか悩んでいます。続けたい気持ちはありますが、先が不安になります。29歳女性です。まあ手始めにこれでやってみよう。なんて返ってくるんだろう。だいたい30秒くらい待つと返事が来るんだって。どんな相談でもって言ったけど、 AI にこの相談乗れます？うわー、めっちゃ返ってきた。仕事の先が不安になることは誰しも一度は経験するものです。すっげー親身じゃん。まずはどうして不安になるのか、不安の具体的な原因を探ってみましょう。ストレスや疲れや、やりがいを感じてないとか、周りとの差とか、キャリアプラン描けてないとか、不安の原因あるんじゃないの？自分自身がやりたいことは何かを見つけることが大切です。やべえ、めちゃくちゃちゃんと相談乗ってくれるじゃん。え、思ってた以上に。しかもめちゃくちゃ的確にね答えてくれてない？可能性を探ってみるのもいいでしょう。その上で自分自身が納得のいくキャリアプランを立てて、目標に向かって努力することが大切です。新しいステージに挑戦することも考えられます。大切なことは自分自身が納得する道を選ぶことです。人生は何度でもやり直しができます。自分自身が本当にやりたいことを見つけ出し、それに向かって努力することが大切です。すんごっ、AI、 身近な友達、いや親友ぐらいちゃんと相談乗ってくれるじゃん。びっくりしてる。どれぐらい相談乗っていいの？今親友ぐらいの距離感にはなったんだけど、じゃあ例えば1993年11月12日運勢を教えて。ちょっと占い師みたいなことはさすがにできないかな。これでさ、どう返ってくるんだろうね。さすがにここまで具体的にあげたらなんか出せんのかな。やばい、早い、長い。え、占ってくれた AI チャットくん、占いできるの？来年は新しい挑戦に積極的になれるかもしれません。しかし過去のトラウマや障害物によって前進するには苦労することもあるかもしれません。そのような場合は自分が持っているスキルやリソース、サポートシステムを利用しましょう。人とのコミュニケーションも大切で、積極的に人と交流し、自分自身と他人と理解を深めることが成功への鍵だそうです。とりあえず私は来年はね、今年じゃないけど、来年は仕事や学業、恋愛、様々な面で成果を出すことができる1年になるんだって。人とコミュニケーションいっぱいとってね、年末年始は大切な人との時間にしてや。すんご、親友であり占い師であって AI チャットくん、すごいよ君。ほな、そしたらですね、今日の運勢はさすがに来年のだったからね、今ちょっと今年の今日の知りたいんだけど、どっからこれ持ってきてるんだろうね。今日、ああ、今日来たよ。意外な出来事が起こる可能性があります。いい方向に向かうか悪い方向に向かうかはあなたの行動次第です。スキルや知識を生かすことで切る場面があるかもしれません。自分自身を完全するためのアクションを起こすことが基地となります。セルフプロデュースをしてストレスを解消するなどして、オンリーワンな存在として育てることが大切です。他、誰かに手助けやアドバイスを求めることもいいでしょう。
柔軟な考え方でいい位置になるでしょ。え、じゃあさ、例えば YouTube で人気になる方法はありますか？こんなんね、帰ってきてその通りにやってさ、人気になれるんだったら苦労しないよね。どうやって帰ってくるんだろう。コンサルしてくれてる？ YouTube で人気になるためには以下のポイントに注意してください。コンテンツのクオリティを高める、ターゲットを明確にする、コンスタントに更新する、 SNS を活用する、 SEO 対策をする。コンサルもできるの？すごすぎない？AI チャットくん、え、じゃあもうちょっとさ、あれにしようか。もうちょっとなんかこうがっつりプライベートで友達みたいな感じで相談してみていい？好きな人を作り、恋人求める男性像は健康的で30歳前後の平均年収のある男性です。これで行ってみよう。AI チャットくん、さすがにこんななんかこうプライベートすぎる質問に困っちゃうかな。どうなんだろうね。うわー、帰ってきた。これもまた、好きな人を作り恋人になるためには5つのポイントに注目して行動してみましょう。1、自己顕、自己を高めようと。2、コミュニケーション能力の向上。3、ネットワーキング。4つ目、外見への注意。5個目、出会いの場を増やす。5個、マッチングアプリ婚活パーティーに積極に行けと。で、今回求める男性像に合わせると、就職活動の場で自分自身が働きたいと思う企業や業界を選び、会社の飲み会やビジネス交流会などで同年代の男性と出会うことができます。いや、一人の会社なんやが同僚に男がいない。マッチングアプリをまたしろってこと？もうさすがに嫌なんだけど。ねえ AI チャットくん、あなたが思う私に似合う男性はどんな男性ですか？私は、 AI チャットくんが思う私に似合う男性はどんな男性ですか？え、すごい。あなたに似合う男性は以下のような特徴がある男性かもしれません。ソーシャルスキルが高い、コミュニケーション能力の高い男性と相性がいいでしょう。大人の魅力がある、バツイチであるということを考えると、あなたに対して大人の魅力を持って接することができる男性がいいでしょう。3つ目、お互い尊重し合える関係を築ける。おー、なるほど。4つ目、好奇心が旺盛である。インフルエンサーとして活躍しているので、新しいものに対して興味を持ち、好奇心旺盛な男性がいいでしょう。5個目、プライベートの時間を大切にするということですが、めっちゃ的確や。そしてこういう男性がいい、こんな男性がいいよ。 AI チャットくん、その男性はどこにいるの？ねえ AI チャットくん、教えてよ、その男性はどこにいるの？その男性はあなたの好む男性像に合わせて様々な場所にいる可能性があります。え、35億ってこと？ビジネス関連のイベントや交流会、 SNS、 パーティー、食事や趣味を楽しむ場所。なるほど、 AI チャットくん、今のところめっちゃ信用してるよ、君のこと。だからじゃあ私こういう場所でちょっと探してみようかな。じゃあさ、今さ、めっちゃさ具体的にさ、もう私のさ本当に今悩んでること、そうそう、仕事とか恋愛とかやったんだけど、めっちゃくだらないこと聞いてみたらどうなるんだろうね。例えば、どうしたらいいかな、タメ口でいきますもん。どうしたらいいかな AI チャットくん。スマートフォンの位置記憶アプリを使用する、目立つ場所に置く、発信音を鳴らす、ラベルを貼る、定期的に整理する。すっごっ。 え待って、ラベルを貼るって意味わかんなくない？スマートフォンにはラベルを貼ることもできます。ラベルにはメモのようにスマートフォンの使い方や何に使うかの、ちょっとこれは意味わかんないな AI チャットくん。
あのスマートフォンに何付箋貼っておいて何になるの？なくしたものに対しての解決策ではないかな。いやでもすごいな、本当に AI チャットくんありがとう。思ってた何倍もすごくない？ AI チャットくん本当に。いやじゃあね、最後に私は再婚できる、私は再婚できるとしたらいつですか？占ってください。占い師 AI チャットくん、最後に私の再婚の結果を占ってちょうだい。残念ながら私は占いの機能を持っていません。急に突き放すじゃん。え？めちゃくちゃ急に突き放してきた。え？また再婚のタイミングは人それぞれ異なります。もし再婚を望んでいるのでは自分自身の気持ちや状況をよく考え、自分自身大切にすることが大切です。大切にすることが大切です。はい。再婚を求めることはとても素晴らしいことですが、焦って出会いを探すよりも自分自身に向き合い自分の人生を楽しむことが大切です。また助けを求めることや専門家のアドバイスを受けることが必要であれば、決して遠慮せずに相談することも重要です。さっきまであんなに占ってくれてたじゃん。ということで、最近話題のチャット GPT を使ってですね、いろいろ相談してみたんだけど、まあ AI なんで突然突き放すこともありますけど、これすごいのが会話をさ覚えててくれてるわけだよ。だから私の誕生日とか血液型とか知った上で、こう来年のも今日のも占ってくれて、まあ、占いしないとか言ってますけどとか、学習しながら会話してくれるっていうのはすごいよね。でこうやって解決策出してくれたりとか、まあもちろんね、他にも文章を作ってっていうのもできるらしくて、例えば動画の撮影の最後に視聴者に感謝とチャンネル登録をお願いするコメントを作ってください。作ってくれるかな。それじゃあ AI チャットくん、最後の締めの言葉作ってください。最後までご視聴いただき本当にありがとうございました。この動画が皆さんのお役に立てたと思います。もう一度このチャンネルとご視聴いただき、チャンネル登録していただけると大変嬉しいです。次回の動画もお楽しみにしていただければと思います。ありがとう。